久保さん。まあお金に興味なくてもお金の発信してる動画を見ているっていうね。まあ久保さんに興味あるんでしょうね。まあありがたいことですね。お金に興味なくてもお金の発信してる久保哲郎の動画を見てコメントをするっていうね。<laughs> すごいですね、これは。まあ、久保哲郎マジックじゃないですか。<laughs> ね。<laughs> そう。まあ今回はね、最近、昨日の夜ですかね。まあちょっと上にあるんですけど、 観葉植物ですね。僕は最近、昨日興味を持ったというかね、あの土とかね、肥料,肥料も買ってきて、で、百均でその観葉植物3つ買ったんですけど、で、ちょっと、こうやってね、やってたんですけど、まあ動画も撮りました。まあ直近の興味あるのは観葉植物ですね <laughs>。まああれもね、お客さんにね、あの合宿参加者の人にからもらったんですけど、そう。 今後ちょっと100均の観葉植物ちょっと揃えていこうかなっていう趣味で、うん、その家、家、あのこの事務所にちょっと緑をいっぱい置こうかなっていうで実はこう裏話があるんですけどこの観葉植物100均で買った100円ですよ100均で買った観葉植物売ってると思うんですけどそれを買って7年育てましたみたいなめちゃめちゃ育ってるやつがあるんですよでそれが5万回ぐらい回してるんですよね これめっちゃロングで回せるやんみたいなネタでいいなみたいな100円を100円を7年スパンで使えるっていうねこれすごないですか久保さん <laughs> しかもその成長日記でしかもこのな,なかなかそんなにいきなりでかくならないじゃないですかだからその超ロングでね動画のネタになるっていうね100円で当時買ったやつだからもう買った時のもう動画もう3本ぐらい撮ってるんですけどもうそれで成長記録ですよねどれぐらいでかくなるのかっていうそう だからね、全部やっぱね、100円を7年で割ったら、1日いくらすかね、0.07円になるかもしれないですね。<laughs> コスパいいっすね。それでお金生み出せるってうね。100円からお金生み出すっていうね。これもう顔出し、その人はね、た分あの、顔出ししてないんですよ。観葉植物。ちょっと見ていいですか。前ちょっと見て、あ、これちょっといつかやろうと思って。観葉植物。 100円。いや、ほんとね、なんでもなりますよね。あ、この、あ、5万回、五万回回してますね、これ。ここが、100円で買ってきたやつを5万回とか、あ、二十100均で10種類大きくしてみた、26万回。100均ダイソーの育て方。ね。 100均、ダイソーで買えるってやつ。これ育ててみたっていう。これ5万回でしょ ?2 万回、8000回、1100円。うん。あと、金運アップするっていう、これ、この人も見たな。うん。これすごいコスパ良くないですか <laughs> これめちゃめちゃ動画まあの、ありますからね。そう。 100円で稼げますよ、100円で。<laughs> 100円で稼げる。100円のちょっとめちゃめちゃ買まあ 10, 10種類ぐらいちょっと買ってこようかなと思いますけどね。今3種類なんで、まあ有名どことかね。うん。これめちゃめちゃいいっすね。はい。久保さん、いいっすよ、これ100円で。<laughs> コスパいいっすよ。 で観葉植物って多分、多分、一生ロングでキーワードでなくなんなくないですか多分なくならないですね、観葉植物は <laughs>。これめっちゃ穴場ですよ。これ攻めだろうと思ってね。<laughs> ね。<laughs> はい、もうそんな感じで。で、しかも多分ね、お家時間が増えてるので、家のインテリアっていう需要も高まってるはずなんですよ。100%。 家をどういう空間にするかっていうね。空間デザイナーっていうね。多分ね、これも多分、テレビ番組ちょっと見てないんですけど、企画としては、おうち時間を満喫するために、お家をどのように、まあ、だからこれ言い方、切り口なんですよね。昔は家をね、DIY でリフォームするとかの切り口ですけど、おうち時間を楽しむ空間作りみたいなね。あと、あの、この空気ですよね。空気を清浄してくれるみたいなね。 ウイルスに負けないというか、綺麗な空気にする。あ,あれも空気綺麗にするなんかやつなんですけど。っていう切り口でもいけるし。もうね。だから情報発信マイスターになると、あの、何でもお金に、お金生み出せますね <laughs>。本当に。これを本当ね、顔出ししなくてもいくらでもできるし、観葉植物100円ですよ。超良よくないですか安くないですか <laughs> そうだからねいいですよ、はい。ということでいってらっしゃい。